近江八幡署によりますと、今月13日、近江八幡市内の大型量販店の関係者から稲荷寿司を万引きした女性がいると通報がありました。警察官が駆けつけ、女性のカバンに稲荷寿司が入っていることや目撃証言などから窃盗の疑いで女性をその場で逮捕しました。女性は顔見知りの男性からもらったと容疑を否認していました。 その後、男性が警察に対し女性にいなり寿司を渡したと話したほか警察が売上と在庫数を確認すると窃盗が起きていないことが分かり逮捕から3日後のきのう午後9時半ごろ女性を釈放しました。警察は再発防止を図るとコメントしています。